物の中へ。見える位置にいるのはまずい。一方的に削り殺されるぞ。だってエレメントは美坂様が。私たちは何の心配もいらないって。なまじ今の今まで快進撃が続いていたのが裏目に出た。この子たちはエレメントに敗北することが何を意味しているかを理解していない。相手は待ってくれないんだぞ。オオトカゲの口が開いた。あの一撃が来る。なんとか防ぎ切った。みんな無事だ。でも散らばった水でサウナみたいに蒸気が。早く中へ。奴から見える位置に居続けるのはまずい。へたり込んでる場合じゃない。早くこっちへ。くそ、中もエレメントだらけじゃないか。なんて数だが、やれ。クラス1くらいのエレメントはお嬢様たちなら瞬殺だ。だけどあのオオトカゲを仕留めるとなると時間がかかる。やるなら一撃必殺。美坂との連絡がつかなくなった今、それができるのは一人しかいないな。あ、あんたから伝えてくれ。みんなには絶対に屋外には出るなって。奴はこっちで引きつける。そのためには奴から見える獲物は一人きりの方が誘導しやすい。でも、そしたらあなたは。支援はない。俺一人じゃ地上をうろつく小さなエレメント相手にも四苦八苦だ。そうなるとやっぱり元の屋上自体に逆戻りか。ビルからビルへ結ばれた金属ワイヤーを滑る綱渡りをしながら奴に近づくしかない。来やがれ化け物。この町が誰なものか思い知らせてやる。なんとか4体全滅。でも安心はできない。また来てる。同じ規模のものが6匹。このままだと宇宙から無限に増援を送り込まれるわ。ならどうしろってんだ。落着前にビーコンを吹き飛ばせば奴らは着地に失敗する。全ては時間との戦いよ。くそ。とにかく走って走って走るんだ。あと少し。水晶の塔は目の前。この右手で触れれば。やったぞ。塔に亀裂が崩れていってる。っておいおいおい、ちょっと待て。水晶の塔がこっちに倒れてきてる。冗談じゃねえぞ、クソ。どこまで不幸なんだ。3匹は空中で撃破。残りは大空を流れていったわ。角度から考えると太平洋は間違いなし。死骸を見た限りだと比重もかなり大きいから、水に入ったらそのまま浮かび上がっては来られないでしょうね。ひとまずなんとかなったのかみたいね。実感は全然湧かないけど。でも確かにあれから追加のエレメントはやってこないわ。ピタリと止んでる。ひとまずこれからも上空監視を強めてみるけど、この分だと本当に水晶の塔はこれ一つきりなのかも。だとすれば
追加の増援はほとんどないと見ていい。地上のエレメントを一掃すれば人の流れは元に戻る。よかった。ええ、本当によかったわ。ひとまずうちの生徒と合流して常盤台まで帰りましょう。落ち着いたらあんたの避難先まで送り届けてあげる。エレメントの脅威が去ったことさえ分かればどの学校だって絶対に内圧は下がるはずよ。それで取り戻せるはず、元の人間ってやつをね。ああそうだな、その通りだ。にしても大熱波の方はそのまんまか。これも全部水晶の塔が指令を出していたなら簡単だったのに。そこまでうまくはいかなくても今後は人の流れが活発化するからみんなで力を出し合って乗り越えられるわ。帰りましょう。ああ。何あれ。何あれ。どうなっているんだ。何があった。なんで学び屋の園のバリケードがダンプカーが突っ込んだみたいにめちゃくちゃに破壊されてるんだ。なんだよこれ。常盤台中学の破壊の密度は学び屋の園の他とは比べ物にならないぞ。敷地内は建物も設備もひどいありさまだ。そして何よりミサカのハンガーが特に集中的に破壊されている気がする。やられちゃったわ。諸侯！ま、ミサカさんに王子様を預けた時点で奇跡のストックは向こうに預けたことになるものね。だからこれは私の選択。あなたが胸を痛める必要はないわ。お前バカね。こういう時だけ無理に思い出そうとしなくてもいいのよ。あなたは何も覚えていないし覚えていられない。今はそれを強みに考えてもいいくらいなのに。何があったんだ。一体何が。つまり水晶の塔は餌だった。あれにたどり着けるものを見つけ逆にたどって殲滅するための。宇宙からやってくるエレメントもこれ見よがしに突き出た水晶の塔も多くの人間が簡単に目撃できる環境を整えるためのデコレーションだった。あの野郎は笑っていたわ。笑いながらエレメントに命じて全てを破壊した。主力の高火力組の大半が出払っていたことも手伝って私たちにはなすすべもなかったわ。気をつけて。先に本人ではなくホームを襲ったのは補給の線を断ち切るため。あの野郎は今も立ち去っていない。あなたたちを狙っているはず。誰なんだ。あの野郎っていうのは一体誰なんだ。どうしたんだ。誰か後ろに。